皆さんどうもこんにちは、山竹です。今回はチャレジャンレベル9をやっていきます。今回ノーコンでクリアしないといけないダンジョンですね。で 7×6 マスということで結構厳しいダンジョンになっております。いや全然厳しくないですね。普段よりは全然厳しくないと思うんですけど、やっぱ手が短いとやっちゃう可能性があるんで、またいっぱい手を積んだパーティーになっております。それではまたラーパでいきますのでよろしくお願いします。あ、回復あるんだ。そういえばお、なるほど、いきなりやべえの出てきましたね。へいえ、抜けないのこいつ。何万のこいつ。マジか。もそっか、10万ぐらいありそうですね。うわ、無駄に使った。普通に抜けばよかった。なんか今損した気分ですね。ほい、まあ回復そんなに消さなくてもいいかなと思ったんで残しておきましょう。さあ8コンボの25倍、100倍か、100倍ですねこれは。さすがに100倍は強いですね。アイスエイジ5ターンあるんだよね、ここね。ちょっとここね、ゆっくり行きたいですね。ラーのスキルがなくなっちゃったんで、ちょっとこれはね、ぜひとも復活させたいですね。駄菓子全力で殴っていくスタイル、まあ、とりあえずある程度削ってから次ワンパンですぐボコせるぐらいの HP 調整したいんで、もう一丁殴りましょう。同じように光が遠かったですね、気づかなかった。はい、まあ大丈夫そうですね。これはしかしやはり水ドロップが多いですね。うわ全然食らってね。そっか、さっき光の杖いっぱい入れてあれだったもんな。よし、ちょっともうちょい殴り気味でいきましょうか。すげえな、水。イシス万々歳ですよ、このパーティー一人で。あ、倒したこれもしかして。あー、行っちゃった。アイスエイジの時にあんまり行きたくなかったんだよな。暴風結界、そうなんですよ。ここがちょっとめんどくさくて。次の回が暴風結界になっちゃうんですよね。こいつ緑だから、水がいっぱい降ってくる状況良くないんですけど、まあ、カーリ使って突破するしかないですね、これは。こいつ結構強いんで、なんとかしたいんですよね、早い段階で。お、ミスった。え、どうしようこれ。早い段階で処理したかったんですが、よし。オッケー、おしゃれですね、コンボが。すごいすごいすごい。落ち込んがおしゃれ。さあ、おしゃれに落ち込んしていって、倒せるでしょう。こっちはさすがに倒せるな、これは。1000万とか出てるでしょ、今。すごっ。お、デフォードさん。ここはまあ、こいつあんま強くないんで、ぶっちゃけ。これはね、悠長に使っていきましょう。あ、倍率出てねえし。緑が消えてないのか。闇か。闇が消えてないですね。13コンボしたのはいいですが、倍率は出てませんという感じですね。よいしょー。あ。あ、だけど、俺にとって優位な方向に持ってきてくれたんですけど、まあ闇代わり使ってここは100倍で抜いていきましょう。緑が遠かった。よいしょ。はいよ。あー、水消えてね。これ意外と消し忘れ多いな、このなんだっけ、何かけるな、 7×6 パズル。ちょっとやばいですね、気をつけていかないと。ボスとかでこのミスやったら致命的ですよ。あとチャレダン10とかでやったらね。まだ9だから間に、なんとかなってるけど。びっくりした、危ねえ、強え、結構。石使って、なんとか回復もしていかないと、これはやばいですね。こんなもんか。さあ、100倍出しつつ、さらに回復をマックスまでしていく。で、石を使ったことによって、ボスがまたなんか変な先生でも、少し軽減してくらえるという感じですね。はい。危なかった。さあ、ボスは誰だ、誰だ。え、王の覇気をまとってきましたね。やばそう、やばそうですが気にしないでいきましょう。ラーを使って、王の覇気まとった相手にもね、めげずに攻撃していきましょう。よいしょ。
おお、今のでもでも9コンボあるんだな、さすが。もう吐きまとってけど、なんとかなっちゃう、これ。このままぶっ飛ばして。おさ、300万出てるよ。あ、これ無理、いけるでしょ。はい、大の覇気まとった相手にしっかりとね、攻撃していけば倒せるということをね、証明できました。はい、ということで、今回チャレラン級はここまでです。意外といけるな、やっぱ 7×6 のが。余裕ですね。はい。ということで、じゃあ次はチャレラン10やっていきますので、よろしくお願いします。チャンネル登録やツイッターのフォローなどお待ちしておりますので、よろしくお願いします。